皆さんこんにちは、みのりんです。じゃじゃん、この前購入したダイソーのディズニーの方覚えてますか？この前はこちらのモンスターズインクを使ったんですけども、めっちゃいい感じにできました。ほら、ちゃんとふわふわしてるスポンジなんです。プーさん、ミッキー、ミッキーフレンズの小さい方をまだ使ってないので、今日はこちらを使っていきたいと思います。え、やっとお菓子を作る気になったかって？のんのん。今日もね、こちらを使ってお菓子じゃなくって小物を作っていきたいと思います。で、本日作るのは石鹸、お菓子風のね、石鹸を作ってみようかなと思うので、早速作っていきましょう。さて、アップで見ますとこんな感じです。どれ使おうかな。いや、もう本当にこれでダイソーってすごいですよね。この小さい型を使ってチョコレート風の石鹸と、これもチョコレート風の石鹸かな。で、最後のこちらだけゼリー風の石鹸作ろうかなと思うので、頑張っていきます。じゃあまずはミッキーから。はい、っていうわけで今回もグリセリンの石鹸を使っていきます。何度かね、石鹸の動画を作ったことがあるんですけど、その度にグリセリンの石鹸を使っています。今回はね、白い石鹸です。おお、まさかこんな形だと思わなかったのでちょっとびっくり。これを細かく切ります。どうしよう、なんかいつものと形が違うぞ。まずは様子見でこれぐらいでいいかしら。お鍋登場。グリセリンの石鹸はレンジでチンをしても溶けるんですけども、ちょっとね、レンジがここから遠いのでお鍋持ってきちゃいました。耐熱のボウルを入れて、お、溶けてきた溶けてきた。こうやってカタカタしてね、動いちゃう場合はなんかね、ティッシュとかタオルを置くといいよって言われました。おお、確かに固定しましたね。あ、ダメだ、直接火に当たんないから溶けなくなっちゃった。ちょっとティッシュから外しますね。ミルクみたい。よく混ぜて。まだここに大きな塊がある。はい、いい感じに溶けてきました。そしたらまずは手の方に流し込みます。おー、いいねいいねいいね。そしたらね、こっちの方は顔だけ流し込みます。綺麗にできるかな。完璧に固まる前にお箸で伸ばしていきます。あ、急げ急げ。流し込めた。でもね、ちょっと線からはみ出ちゃったので、分かる範囲だけこうやって削り取っていきます。結構早く固まっちゃうんでね、パパーっとやっていきましょう。そしたら次は透明のグリセリン。こんな感じで適当に細かく切ったので入れていきましょう。これも湯煎して溶かしていきましょう。電子レンジを使うとですね、2、3分で溶けたりするので結構便利です。今日の夕飯はグリセリンの鍋よ。もっと細かく切ればよかったかな。結構大きい塊が残ってます。いい感じに溶けたので、この中に入れるのがこちらです。ココアパウダー。ちなみにココアパウダーを入れるときは無糖のものを選んでください。お砂糖が入ってたらね、手がペタペタしちゃいますからね。あー、お鍋がココアの味に。これぐらいかな。入れて混ぜます。結構ダマになっちゃうので、ダマにならないように混ぜていきます。流し込んでいきます。こんな感じかな。ちょっと泡が入っちゃったのですくってみます。では冷蔵庫にレッツゴー。これはね、鍋つかみにも使えます。まだ残ってるので、この中に流し込みましょう。さらに白いグリセリンを溶かします。あ、浮かんでる浮かんでる。そしたら小さいコップを用意して、ほんのちょっと流し込んで、ちょっと待って、ここはね、早くしないと。早く早く。着色材料、青と黄色かな。竹軸でほんのちょっと取って混ぜます。あー、もう固まってる。早くない？早いよ。そしたらこれまた竹軸を使って伸ばしていきたいのですが、もう固まっちゃった。早くない？この形のまま固まっちゃってますもん。しょうがないので小さいカップも用意して、この中に入れて温めます。
溶けたので竹串で色を移そうと思ったんですけども、なかなかねこう映らないので流し込んでいらないところを削る作戦に出てみました。でもなかなか難しい。基本うまくできないと思ってた方がいいかもしれない。おー溢れる。冷蔵庫に行ってきます。じゃじゃん。はい、固まったので早速取り出してみましょう。どうかな、ここら辺はね大丈夫だと思います。はい、おお、めっちゃ綺麗にできた。ほら本物のチョコレートみたい。美味しそう。ミニーちゃん2つ目。いいねー、ミッキーでしょ。こう撮るところも楽しいんですよね。ドナルドどうかな、綺麗にできてるといいんですけど。はい、あー微妙。そっかそっか、ここら辺も黄色じゃなきゃダメですし、もうちょっと色つけてあげればよかったですね。でちょっと心配してるのがこの子なんですよね。この子は大丈夫です。取り出しましょう。うんうん、めっちゃ綺麗にできた。そして最後、ああいい感じ。えめっちゃいい。ちゃんとね白と黒が綺麗に分かれました。いいねいいねいいね。最後に目と鼻と口の部分に流し込んでいこうと思ったんですけど、正直それをやった後はちょっと後悔しちゃいました。なんかはみ出てしまってすごく怖いお化けみたいな感じになっちゃったんですけど、乗せすぎてしまったところは丁寧にちょっとこうやってね削ってあげたらこんな感じになりました。じゃじゃん。まあまあまあ、最初ちょっとどうなるかなと思ったんですけど、いい感じにねミッキーっぽい形になったので良かったです。一緒にこうやってしてあげると超可愛い。目と鼻と口の部分はまあお好みかなと思いますが、初めてやってるっていうところもあってねちょっと失敗しちゃったんですけど、つけてもつけなくてもどっちでも可愛いと思います。はい、では最後にプーさんのグミ風の石鹸を作っていきたいと思います。ゼリー風の石鹸作ろうかなと思うので、すごく簡単で、まずお水でしょ、食紅を入れて混ぜます。ボディーソープに、最後にゼラチン、お湯に入れて溶かしてと追加します。これで完成。ちょっと気泡が入っちゃったので取ってあげて、蜂蜜みたいでしょ。好きな型に流し込みます。ちなみにねこれを普通のさっきの石鹸で作りました。あとはこれかな、ぴったし。ちょっと気泡を取ってあげて冷蔵庫に入れて冷やし固めます。ドナルドダックのチョコレートを何度か作り直してみたんですけど、石鹸との相性があまり良くないのか、何度やってもね綺麗にできなかったので、最終的には食紅を筆を使ってこうやって乗せていくことにしました。これが一番綺麗になりました。チョコっぽい雰囲気を残しておきたかったので色は茶色を選びました。はい、一晩置いて固めました。じゃあ一つずつ取っていきましょう。まずは普通の石鹸。おーかわいい、いい感じいい感じ。ちゃんと顔もくっきりと残っています。そーっとそーっと取っていきましょう。お、取れる取れる。手が冷たい手が冷たいよ。無理しちゃうとね破れちゃう気がするので。あ、いけたいけた。おーできた。ほらこうプニプニってしてます。1つ目、固まる前は結構透明だったんですけど意外と不透明になったのでびっくり。あーかわいい。でもねいい感じにできました。はい、というわけでたくさん石鹸できました。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。ちょっとね失敗しちゃったりうまくできなかったところとかもあるんですけど、個人的には楽しく作れましたし、たくさん石鹸ができたのでお友達にもねプレゼントしたいと思います。プニプニニョンニョン。こちらの型を使ってねいろんなものが作れると思うので、またね違うものを作ってみるかもしれませんが、ぜひぜひ見てください。本日もご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。本日もご視聴いただきありがとうございます。こことここに昨日の動画とおすすめの動画を載せておきます。
あとね、Twitter とインスタもやってるので、ぜひぜひフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。